んばんは。寒いですね。北海道北見市、現在の気温はマイナス4度なんですけれども、これを見ると明日月曜日最低がマイナス14度。今日これからどんどん寒くなってくんじゃないかと思うんです。家ね、うちこういうストーブなんですけど、まあ、床暖があるわけでもなく、もう床寒い、床寒くて悩んでますよね。ここで私開発しました自作の床暖です。温水入れる、ちょっと見ていきましょう。我ながら素晴らしい発明だなと思うんですけど、タイルカーペットと敷いてあるんですけれども、あら取れないな。工作技術が高すぎて、めくるとこんな感じですね。このようになってて、これスタイロフォームで、このようにホースをはわせて、こんな感じですね。どっちでもいいんだけど、こっちから温水こう流して、この床を温めて、そっちに仕事した水が戻っていくと。これなんです、ストーブの上のこの鍋で温められたお湯をモーターで強制的に流してですね、床暖が欲しい場所までこのホースで持ってって、あそこにつなげるという感じなんです。ちょっとこのモーターね、熱湯とかそういった温水に対応してないモーターなんですけれども、今日は実験ということでやってみましょう。それでですね、今ストーブがあってやってみたいのはこっちの方。すいませんね、家散らかってて、これ台所、いわゆるキッチンというところなんですけれども、ここの敷いてるとこ、なぜ敷いてるかというと足元が寒いからなんです。ここまでホースを持ってきてみて、どんだけ自作温水、床暖の効果があるのかっていうのを実験してみたいと思います。ただもう名前つけたいな、これ一畳床暖。一畳もないけど、一畳って何センチかける何センチなんでしょうか。これで乗ってみる。これね、スタイロフォームとホースとタイルカーペットなんですけども、案外乗っても大丈夫。これが本当に試作品じゃない場合は、ここにもう一枚なんかかましたいなと思います。今回ちょっとこれでいきたいと思います。こっちがホースね。本来なら、まあ、本格的に導入するかわかんないんですけども、できればね、この壁際とかを沿わせた方がスマートなんですが、今日はただの実験ということで、こっからですね、このように直で向こうまでホースを伸ばすと。ちょっとそれやってきますね。ここまで、持ってきたので、こっちがオスコネクターだからメス、まあ、これただくるくるくるっとやって、こっち側に装着すると。でこの輪っかみたいなのつけたら、これカチャッとやって、これでホースの先も完成するので、じゃあまずつなげます。カチャリン、こう。こんなことね、嫁さんがいない時にやってて、後で怒られたらどうしよう怖え。モーターの先こういう風にしてるんで、接続したホースの片っぽ、これにこういう風に取り付けて、モーターとこれでガッチャンと、モーターがこのお湯を吸い出してさっきのところ行くっていう感じで、つけたんでガチッとカチッとカチッとなるよね。怪しい。ここでよし、まあいいや。じゃあ次に行きたいと思います。まあ、次も何もこれが行きなので、戻りにまたこれつけるだけなので、ちょっと省略します。じゃあこれをガチャリと。いいですね、犬さんが待ち歩いてます。できました。こういう感じでね、行きのホースと戻りのホースでつなげていくんですけども、ホースの中を循環させる分のお湯も必要なので、お湯は OK です。帰ってきてしまいました。ねえ、これうんこない犬のうんこが、最悪、ところどころに散らばってる緊急事態です。犬のうんこ踏んでたかもしれないので、今靴下を脱げと言われております。被害が拡大しております。俺踏んでないから。え、でも踏まさっていいじゃん。ちょこれマジやだ、マジ自分でやって。いやほら、普通だもん、パパじゃないって踏んだの。事件が起こっております。カーペットを持っていくときにウイスキーの水割りもこぼして被害が広がっております。うんちと全然家じゃねえ。気を取り直してですね、温度は44度ぐらいここに白いの浮いてるのお皿なんですけど、直火でね、モーター付きのやつ置くの嫌だなっていうので、皿を置いてる。これをカチャリン
個して、もう一個の戻りの水なんですけども、ジャバーって出て鍋の外に散らばりまくったら今みたいな大変なことになっちゃうんで、こういう風にしてですね、強制的にこの戻りの水が下に行くように、こういうコネクタ、 L 型のコネクタでもつけて、こうすれば飛び散ることはないと。多分メビこれでちょっとスイッチをですね入れてみましょう。まあスイッチというか、このコンセントを挿すとモーターが回って循環します。果たしてどうなるか。懸念はですね、ここら辺のコネクターと、こういったところもね、まあこんな鍋の温度じゃ溶けないとは思うんですけれども、ここら辺はまだまだ安心。ウイスキーがこぼれた残骸とかもありますけれども、漏水しない部品だとは思うんですけれども、どうなるのか。ケツを洗われてて全然実験できない。ここがですね、あったかくなる部分です。どうですか、ここのあったかさ。今臭くてそれどころですうだだ言ってる間にですね、お湯の温度がさっき44度ぐらいだったのか、あまり変わらないな。循環させてみましょう。循環させる時の注意点として、水が流れ始めるとこのホースって動くんで、動いてから調整した方がいいですね。オンしてみます。オン。おい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 、びっくりした。水位が減るはず。こっちから出てきたらまあ普通に成功なんだよな。まずは循環成功。循環成功って俺よく言う。水位は減ってる。あー出てきた出てきた。やっぱり外でやるのと家でやるの全然違う。家の中簡単っすね。テンション上がんな。循環融雪の時さ、循環成功して何回も失敗していいじゃんね。あ、まあいいや。こういう風になってからこっちのホースを、まあとにかく絶対に鍋の中にインするようにということですね。これでも循環は成功したということなので、まず漏水確認してみましょう。特に問題は見当たらないですね。ホースが切れてるわけではないから問題という問題はないと。ジョイントの部分も出てないですね。でホースはまああったかいのかな。これでいうと52度くらいですね。でストーブで温まりました。で循環させてるわけです。で、まあ、ホースはむき出しなんですけれども、この台所のここですね、どうなるのか。僕一瞬行ってみましょうか。あ、ちょっと待って、こっから。お、ちょい。ここなんもないと、ここなんかあると思う。俺が猫ならここに行きますね。あ、違うじゃん。ホースとスタイルフォームしかないから、柔らかいなっていう感じはあるんですね。試作2号で改善するとして、乗ってみて。めちゃめちゃ暖かいよ。うっそ。まあ、あるとないといえばあった方がいいですね。ほう、マジ。じゃあ今日の夕食は、うん、どう？え、すげえ。え、マジ？もう一回降りてみて。冷たい？マジ？大声出ちゃった。え、マジで？あ、嬉しい。あることないとじゃあったと。言わされてる感満載。いやー嬉しいわ。ありがとうございます。実験は大成功なんですけども、まずね、家にさ、こんなところにホースがあると、日常生活に支障が出ます。支障が出るっていうのと、モーターはこれ温水対応ではないから、それを変えると。コードが直に鍋に当たってるっていうのもあったり、ここら辺のものをうまく壁際に配管させた場合、また熱効率が悪くなってしまうと。最後、やっぱりこの灯油が高いということで、できれば廃油ストーブ、廃油でもってその熱源を確保できれば全てうまくいくんじゃないでしょうか。ということで現場からは以上です。バシャーンとかってストーブがドーンと言ったと、まあ、要は壊れたんですけども危ないならもうやめてしまえと思うかもしれないんですけれども、完成しました機械が動いてる音がしてる、ホースが動いてる、ポコポコ聞こえる、出てきてる